俺の妹がカリフなわけがない。は、中田孝による日本のライトノベル。林野一が表紙のイラストを担当し、天川マナルが作中に挿入される漫画を手掛けている。略称は、俺カり。本作の著者である中田孝は、僕は友達が少ないを、自身の教え子が絶賛していたことをきっかけに、ライトノベルやアニメ、ゲームというメディアに関心を抱いた。 若者を対象とした創作に意欲を示していた中田は描くのが難しい漫画や制作に費用がかかるゲームを除外していった結果ライトノベルを執筆するというアイデアに思い至ったタイトルは俺の妹がこんなに可愛いわけがないに影響されて決め中田自身もファンの一人としている忍者スレイヤーに触発された手法でツイッター上で本作を連載した後 書籍として出版するにあたり、当初は出版社を探すことに難航した。そのため、コミックマーケットで発表したところ、同人誌としては高水準とされる150部を売り上げた。その後、同作が一新され、2020年7月14日に、小文社から出版された。私立君夫学院は、生徒の待遇を最高位のプラチナクラスから、ゴールドクラス、シルバークラス、 ブロンズクラスまで続く区分に振り分けている厳格なカースト性を敷いた全寮制の中高一貫校である。君府学院のプラチナクラスに通う女子高生の天馬、アイサは生徒会選挙に立候補した際、腕を瞬時に切断して、それを元通りにくっつけるというパフォーマンスを全校生徒の前で披露したことで、本命候補を打ち破って当選する。 彼女は立候補者演説において、地上における神の代理人と神の預言者の後継者で、あるカリフとしての職務を生徒会の役職と合わせて行うことを宣言していた。生徒会長に就任して、早々、アイサは生徒会長の役職名をイスラーム共同体の指導者を意味するカリフに解消する。一方、アイサの双子の兄であり、ブロンズクラスに通う天橋ズリ派は、 カリフは男性しかなれないという知識に基づき、妹がカリフになることは不可能だと思っていた。そのため、彼はアイサのカリフ移就任を撤回させるために説得を試みようとするが、その過程で、君府学院理事長の息子で、プラチナクラス生徒の石像剥げが部長を務める演劇部の出し物に付き合わされることとなる。海優の勇気本田はカリフを軸に据えた、 ライトノベルという点を踏まえて本作について前代未聞と評した。島田博美は最も著名なイスラム研究者としての中田の対照的な活動の一例として中田による本作の執筆活動を挙げている。宗教問題は本作は小難しく感じるかもしれないがライトノベル的なドタバタ感もあると評した。ありがとうございます。